ークショーをスタートいたしましょう。本日の映画土を振るう12ヶ月より中井裕二監督です。よろしくお願いします。はい、監督よろしくお願いいたします。はい、サイクスミオ中華の宮ワンネウチナーの映画地区である中井裕二アイディー、ゆたしくにげんさびだ、よろしくお願いします。沖縄の方言という場所ですね。そうです、全然わかんないですよね。でも日本語ですから、よろしくお願いします。あと日本の古墳らしいんです。平安時代ぐらいの古墳が沖縄には残っていて、そういう最後、ゆたしくにげさびらから、よろしくお願いします。なんとなくわかるでしょうか。ということで、中井裕二監督、沖縄在住でいらっしゃいまして、今までも沖縄の映画をたくさん撮られてるんですけれども、今回もこのために東京に来てくださったんですね。そうですね、はい。いつも素敵なアロハシャツで来ていただいてます。よろしくお願いします。日曜日に来たんですけど、雨降ってて寒かったじゃないですか。はいはい、なんか羽田空港に降りて帰ろうと思いました。やめてください。沖縄30度くらいあったので。そうですか、はい、沖縄じゃまだ半袖で全然大丈夫。もちろん、もちろん。いやもう本当に土を喰らう12ヶ月という映画が昨年公開でずっとプロモーション活動をされていて、舞台挨拶付きの上映会に来た方どれくらいいらっしゃいますか。すごい、ありがとうございます。本当に中井監督がねこんなにね、たくさんの思いを詰め込んだ作品が今日は日比谷のこちらの野外で上映になるわけでございますが、どうですか、野外上映っていうのは今までご自分の作品での経験というのはあんまりないんですけど、実はね、僕は離島上映っていうのを自分で映写機を担いで映写技師をしながら上映 し続けたことがあって、映画館のない島で上映をやるので、その中のいくつかを野外で上映したことがあります。でもね、スクリーンを立てるところからやるんですよ。で、沖縄の離島って結構風が強いので、スクリーンを立てたと風でスクリーンが繰り返るっていう事件が何度もありながら、まあ、離島はいろんなことが起こります。ナビの声とか上映とか。あ、そうです、そうです。ナビの声の時に70カ所ぐらい映画館のライブました。私ナビの声大好きなんですけど、そのですね、中井監督のプロフィールをちょっと簡単にまとめておりますので、私からご紹介いたします。まず1960年の京都生まれでいらっしゃいます。その後琉球大学農学部に留学されたとともに沖縄に移住されました。そして琉球大学映画研究館で多くの映画を制作されています。1992年パイナップルツアーズの第2話ハルコと秀吉でプロデビューいたしまして、先ほどお話されていました1999年にナビの声を監督、沖縄県内をはじめ全国的に大ヒットを記録いたしました。そして2002年にはホテルハイビスカスが全国公開されまして、こちらも大ヒットでございます。そして2005年現在に那覇市で桜坂劇場をオープン、ブランク代表取締役社長にも就任されているんですが、この桜坂劇場というのが沖縄でこう閉館してしまった映画館をまた復興させてということになるんですよね。そうですね、はい、シネコンが地方にできていく中で町の真ん中にある映画館がどんどん、クローズしていって、その最後のところで僕もそこで映画をたくさん見ていたので、そこが閉館するっていうことになるとかできないかなと思って、仲間と一緒に会社を作って、なんとかそこを作り続けるっていう感じです。だから映画監督のお仕事以外にも本当に映画全体を盛り上げるためにいろいろ活動されていて、体験ワークショップ桜坂市民ダイアログというのが作られてるんです、はい、でここでも映画の制作とかいろんなことを言われてるんですか。そうですね、脚本講座をやったりとか名作を見るような講座をやったりとか、そういうこともやってるんですけど、いろんな講師の方がおられるので、ヨガ教室をやったりとか、沖縄のリンクを作る講座をやってみたりとか、100以上の講座があって、いろんな方に、学ぶことも学んだり知ったりすることもすごく娯楽の一つだと思うので、なんとかしてそうやって沖縄にこう文化というか娯楽が根付いていくというようなことになっています。素晴らしいですね。
私も小さい時に結局そういう映画同好会のおじさまおばさまたちが集まっているところに、小さいというよりは出発するんですね。ちょっとこうお邪魔したりして名作を見てみんなで語らって映画をこう各種を喋る人のスポーツがすごくなったんですよね。だからそういったことのきっかけにもなりますよね。そうですね。なんか映画を見るそのままなんか今締め込んで映画を見たらそのまま好きな、なんかなんとなく帰れみたいな雰囲気じゃないですか。それがなんか切なくて、映画見た後なんとなくそこでお茶飲んだりしながらなんか話せたりとか、そんな風な感じの環境を作るんじゃないかと思ってやってます。脚本コースだったりとか、あとはその映画をみんなで見るっていうのは名前を作られてもらっしゃるんですか。そうですね、この人、千葉さんが脚本家なので、2人でそれちょっと体験したいですね。お気に入りに行かないので。そうですね。今度新しい11月から始まる講座で映画を仕事にするという講座。それはまあプロデューサーとか宣伝とか広報とか全般にわたって、どうやって仕事にしていったらいいのかみたいなことを12回。いやそれはちょっと本当でもあったらいいなと思いますよね。宣伝のやり方だったりとか、ね、意外とないんですよね。そうですね。なんか面白いですよね。いろいろ考えられるし。いや、本当にそうです。なんか私も何か機会があったら行きたいです。自分のこの映画を紹介する。ぜひ、ご覧ください。美味しいものいっぱいです。いや、本当にね。いや、そんなですね、中江監督に一つ質問でございますけれども、最近でも結構なんですけれども、はい、あ、これはすごい映画体験として思い出に残ってるなっていう作品、何かございますか？まあ、最近、本当に最近見たんですけど、シャンタル・アケルマンの、長い回の、なんとかディエルマン、ブリュッセル1080、コルベス通り24バチ、ジャンヌ・ディエルマン、素晴らしかったです。素晴らしかった。それはどこでご覧になったんですか。桜坂で見ました。うちが上映してたんですよ、この間まで。でも作品選びは監督自身もやる。いやいや、僕はアドバイスはしますけれども、担当がいるので、そいつがやってるんですけど、どんなところが特に素晴らしいというふうに私はそれを見てないんですね。まあ、映画ではね、やっぱり一番難しいというか、映画ではできないことに挑戦をしていて、やっぱり時間というものを、映画ってやっぱり時間と空間の省略なんですけど、まあ、ちょっと変な難しい話ですけど、まあ、空間を省略していくっていうのは案外分かりやすいんですけど、時間をどういうふうに縮めていくか、つまり1本の映画、例えば2時間の映画があったら、リアルタイムで撮ると2時間の人生しか描けないわけですよ。でも実際にはたくさんの人生を映画の中で描くことになるので、当然そこに省略をしていかないといけないんですけど、その省略の仕方っていうのが非常に難しくて、その新しいこうなんか省略の仕方の扉を開いた映画かなと思いました。うわー、見たい。あのね、ゴダールより見えますよ。え、本当ですか。ゴダールより。ちょっとすごい興味がありました。でもね、演塾の局地みたいにね、もうほとんどスタッフ全員女性なんですよ。だから一応フェミニスト映画みたいになってるんですけど、もちろんそういう側面もあるんですけど、やっぱり映画の歴史的にすごくところなので、これなんか50ぐらいで撮ったのかなと思っていたら25歳で撮ったんですよ。シャンタラ古い作品ですよね。そうですね、70年代だと思います、ね、私たち多分イニシアターとかの企画じゃないと見れなそうな感じがします。この間まで、ね、見た人におられるんですかね、東京でも特集上映をやっていたので、今度は早稲田松竹で多分、20日ぐらいからやりますね。これはね、ちょっと久々に僕びっくりしました。この映画はぶっ飛びました。わあ、絶対見に行きます。早稲田松竹、はい、すいません、ここ日比谷で喋ってますけれども電車で行きますから ね、山手線の方で。あ、そうですか。いや、でもそんなですね、中江監督はでもここでね、このすぐ後ろかな、はい、シャンテあるじゃないですか。シャンテありますね。昔シャンテでね、連連風神見たんですよ。ホーシャオシャンのその時もね、はいはいはい、衝撃的でした。なんかもうアヒビア、シャンテの連連風神見たとこだと思って、うん、なんかね、あれで台湾だから、はい、風土がちょっと沖縄と似てるんですよね。ですごく勇気をもらって、沖縄でもできるんじゃないかっていう風にすごく勇気をもらいましたね。
ホウ・シャオシン監督ね、すごく沖縄で人気のある監督でいらっしゃるわけですけれども、本当にだから中井監督はもういろんなジャンルのミニシアター系からもうたくさんご覧になってるんですね。はい、まあ何でも映画好きです。でもそれがとっても大事なことだったりするってよく言われるんですけれども、はい、今回のこの土を喰らう12ヶ月は、ね、まず沢田研二さんが主演っていうことで、ね、皆さんすごい試みというか素晴らしいと思ったんですけれども、どうやってこう口説いたと言いますか。まあ、最初に、まあ、脚本を書くわけですよ、はい、その時はあんまり誰っていうのは想定してなかったんですけど、まあ、これから見られる方もおられるのであれですけど、まあ、このとにかく主人公の、まあ、つとむという主人公なんですけど、まあ自分勝手な男なんですよ。まあとにかく自分勝手、まあそれは沢田さんが悪いのではなくて僕が悪いんですよね。僕自身がすごく自分勝手なので、それがこうもう脚本の中に反映されてしまっていて、でも見たとなんか自分勝手な男ねってこう気分が悪くなりたくないじゃないですか。はい、でだからこの映画のこの主人公をできるのはかっこいい男以外ないって思っていて、でこのまあ年齢ですから60代70代ぐらいで、うん、日本で最もかっこいい男は沢田研二だなと思ってたんですよね。拍手が。あ、そうです。ジュリーでございます。で同じ京都。ああそうですね、僕京都出身なので同じ京都で、僕は六花府高校なんですけど、沢田研二さんは大木で、はい、隣なので、なんか大木に不良がいるらしいみたいなことは中学ぐらいの時からよく聞いてたんで馴染みもあって、で、まあ、この映画のその根底の部分で、信州の白馬で撮影してるんですけど、はい、根底にやっぱ京都文化がこの映画はあって、うん、そういう部分がこう体現できる人って考えた時に、いやもうそれは沢田さんでしょうと思って、でオファーというか、はい、どうですかって話をしたら、沢、うん、田さんから自分をオーディションしてくれっておっしゃるんですよね。で、まあ、そこへスタッフと一緒に向かう時に、はい、きっとオーディションされるのはこっちだよねって言いながら行ったんですけど、でも違うんですよ。本当に行った時にこう眼鏡を外して、皆さんは昔のジュリーを期待されていると思うんですけど、今の私はこんな姿ですと、これでいいんだったら自分はそれをこうさらけ出す覚悟は持ってますっておっしゃって、でその場でもうすごく本当に誠実な方だなと思ったので、はいはい、ぜひお願いしますって言ったら、あ、じゃあ分かりましたやりますみたいな、そんなことってありえないじゃないですか。そうですよね。マネージャーとかそういうことは全然なしで、監督と主演の役者さんの間で物事が決まっていく、そういうのは本当に素晴らしいなと思いました。いや確かに松たか子さんが惚れる男の人じゃないですかってなった時に、沢田研二さんだからの納得があったんですよ、見てて。そうだったらいい男ねって言われてね、せやろって言える人って多分日本人に一人しかいないと思います。そこにすごい可愛いね、ワンちゃんがこう佇んでるっていう、はい、でもこれそもそも原案っていうのがだって水上勉さんのエッセイですよね。はい、そのエッセイに別にワンちゃんとか出てるわけじゃないですよね。でも水上さんもね、ワンちゃん飼ってたんですよね。でまた水上勉さんが、はい、その文壇の世界で会う超モテモテ男、女優の K さんと恋仲になったり女優のさんと恋仲になったり、 YouTube にも残りますからさすがでございます。はい、とにかく本当にそういうモテモテ男で、それもあって、まあ、そういう主人公にしたんですけど、それね、水上さんが自分で書かれてるんですけど、はい、自分が写真を撮られる時とか、いい女性が自分の前に来るとついこう頬杖をついてしまうらしいんですよ。これが結構こう色っぽいポイントという、 それが自分そうやってこう知らず知らずのうちに自分のそういうこう、まあ、いいところを見せるのがとても嫌だみたいなことを書かれていて、うん、それで映画の中でも沢田研二さんはしょっちゅうこう頬杖をついてます。
なるほどでございます。それでもまたすごく美味しい、こう見るからに美味しいけどすごく手の込んでいる、はい、まあ、精進料理っていうんですかね、はい、お料理がたくさん出ておりまして、こちらはあの料理家 の、 あの土井善晴先生もね、はい、今回こう関わっていらっしゃるってことですから、はい、非常にあの舞台撮影も前松坂子さんも美味しかったっておっしゃってましたけれども、そうですね、本当に美味しかったですね。ただですよ、はい、土井さん1回しか作んないんですよ料理本当はこう映画用に、まあ、何回も作っていいところから何回も撮るっていうのが、まあ、普通の多分撮り方だと思うんですけど、もう土井さんが最初に僕はフードコーディネーターじゃないからねっておっしゃって、その映画の哲学っていう、映画じゃない、あの料理の哲学っていうことを伝えたいから、はい、料理は1回しか作らないものでしょって、もうその通りなんですよ、はい、その通りなので、本当に1回でやってもらって、それにスタッフも全部合わせて1回で撮るようにしました。いやもうすごいですよね、映画作りでそれってどれだけの緊張かってことですよね。でもね、澤田さんもほぼ1回なんです、はい、あの澤田さん、ま、いやお願いしたら何回でも、はい、あのリテイクはしてもらえるんですけど、やっぱりね1回目が一番、1回目に多分合わせられてるというか、うん、こう、まあ、なんていうか素のままっていうとちょっと言い方がおかしいんですけど、素ではないんですけど、こう何もあまり気負わないようにやろうと、うん、そのままでやろうとされているので、その状態っていうのがやっぱり1回目なんですよ、うん。で2回目になるとやっぱりちょっとあの違ってきたりすることが多くて、あ1回しか撮れないんだなってその時も思って、ほぼほぼ1回しか撮ってないですこの映画。うわもうすごいです、器もすごくこう美しくて、ね、食べ物と器の関係っていうのも、はい、映画から味わうという、私たち食べれませんけれども、ね、本当にそういう作品で、あれもね、もうなんか土井さんがね僕が料理するんだったらまず器で決まるからねっておっしゃってはみたいな。でまず監督さんが自分がねええー、と思う器を探してきはったらええん違いますかって言って、大変、そんなことできるわけないじゃないですか。なんかちょっとまたあれですね、なんとなく試験的な感じですよね、あのね試されてるんですよ常にどれぐらい本気なのみたいな。それで結構あのもう沖縄から出雲行ったり伊賀に行ったり、全国飛び回りながらなんとなくあの器を集めて、まあ、たまたまね僕その沖縄でその、ふくら社っていう桜坂劇場の中のそういう民芸ショップみたいなのをやって、ね、それの実は仕入れもやってて ね、やってらっしゃるんです、なんかバイヤーでもあるんですよね、はい、だからなんとなく分かってるだけに余計恐ろしいことを言われてるってことも分かって、で沖縄のその器も入ってたりします。沖縄の器も入ってます。あそれは見てのお楽しみですかね、どの料理っていうの、あのタケノコのところの取るお椀です。あいや一つ一つのねこだわりが面白いし、しかもこれあの季節もちゃんとね映し出されてるじゃないですか、だから、はい、撮影が本当に丁寧に丁寧に時間をかけてっていう、今日本映画なかなか撮影がね下手するとね、あの10日で撮る映画もあったりしますけど、そうですね、ずっとねなんか雪が降らないって言って撮影ができない、雪が降ったでもできない、なぜならばそこに行く道が除雪されてないからあのスタッフが入れないとかね、あのだから除雪車を買いましたからね、すごいですよね、除雪車を買って除雪してからしか入れないとか、制作費に除雪車っていうのが入る、そうなんですよ、でそういうこうでもなんか太陽がダメだから取らないとか、あの梅の実が熟してないからダメだとか、あのあらゆることがあって、あのセリがまだ出てないとか、あのタラの芽がまだ小さいとか、とにかくあらゆることがあって、そうやって全部待って待って待って、それにも全部澤田さんもそのスケジュールに全部合わせていただいて、撮ってたら1年半かかりました。いやもう本当にだから堪能するという、あこの家からの窓からの眺めまで堪能するという映画になっていて、これは多くの海外の人に見ていただきたいと思ったんです、ね、でもサンセバスチャンに行かれたんですよね。はいはい行きました。どんな反応でございましたか、はい、海外の方々は。あすごいね、いつも満席で、はい、なんか終わった後あのベリーハングリーだとばっかり言われて皆さんも食べ物用意しておいた方がいいですよ見てる間に絶対お腹減りますから、ね、しかもね簡単そうで手が込んでるんですよね、
私真似できないなと思いながら、そうですね、うわーと思って見てますから、はい、しかもあの今回映画の中にあのちょうど今年の3月ですよね、お亡くなりになられた奈良岡智子さんが出てらっしゃって、はいはい、またすごく素敵なんですけど、 そこがという最後の映画というか最後の映像になってしまったんですけど、なんかね、多分久々の映画だったと思うんですよ。結構緊張されていて、ナーバスな感じで、撮影中も結構大変というか緊張されていて、でもセリフはバッチリ入ってるんですけど、で大丈夫かなと思いながら、撮影をしていて、で撮影が終わった後に、帰られるのを、お見送りしようと思って待ってたわけですよ、お着替えされるのを、はい、で着替えて出れてこられたら撮影中の表情ね、撮影はああいうちょっとね、見ていただければ分かるんですけど、ちょっと偏屈なおばあちゃんなんで、そういう表情とは全く違う笑顔で出てこられて、監督さんありがとうねって言って僕の手をねもう握ったまま離さないんですよ。で92とかですよその時で、次も呼んでねって、次も呼ぶのかみたいな生きてるよっていう話なんですけど本当に女優というものを見せていただきました。もう沢田研二さんと奈良岡さんのあそこのシーンはすごくこうやって見てしまうというか、ちょっと遠い人にはわからないですよね。ギュッと思わず私も見てしまうような。そうですね、奈良岡さんもね、多分沢田研二さんのファンみたいなんですよで沢田さんもすごく奈良岡さんのファンみたいで、尊敬されたみたいで、2人のシーンはすごい良かったですね。ねえ、もう忘れられないです。あそこのシーンもぜひ楽しみにしてもらえればと思うんですけど、でも私はずっと中江監督の作品はすごく人間愛に満ちていて、その沖縄の何ですかね、人々のおおらかさっていうのも映画から学んでる気がしてるんですけど、監督自身が映画を撮る上でいつも大事にしてることっては何でしょうか。なんていうんですかね、監督とかスタッフが作るものではないって思っている、はい、映画っていうのはできていくもの、勝手にというとダメですかね、作るっていう意識で作るとちょっとやっぱり自分たちの方向にその映画をこう近づけてしまうわけですよね、そうじゃなくて映画は映画として一個の生き物みたいになんとなく行きたがってる方向があるわけですよ、その行きたがってる方向に生かしてやるような感じのイメージはいつも持ってます。それがだからナビーの恋だったりホテルハイビスカスだったり、すごく沖縄の方々が出てらっしゃるところもあるじゃないですか、はいはい、非常に皆さんがこう自由にな姿を見ているような気がするんです。猛獣使いとか妖怪使いとか言われてたので、今回もその系譜に入ってる映画ですけど監督の言うことなんか聞きやしない役者ばっかり出てくるのでいやもうそれがまた魅力的なんですよね。でも西田直美さんをねずっとね出られてることが多いですし、そうですね、はい、ね、いやだから面白いなって思いながら、監督がちょっと興味のある今後お仕事したいなと思う役者さんは世界全部見渡していいんですけど、どなたかいらっしゃいますか。ジーナ・ローランズジーナ・ローランズですか。はい、それは監督はジーナ・ローランズの何の作品がお好きで。壊れゆく女。わあ、やっぱりそうですよね、はい、もうそれやれたら最高ですね。なんかね、なんでしょうね、もうこれは映画なのかと思って。でピーター・ホークもすごいですよね。あれを受けて、はいはいはい、何回かあの映画を見ると、ジーナの凄さが目につくんですけど、はい、あれを受けてるピーター・ホークも狂ってると思いますよね。でも皆さんね、本当にジーナ・ローランズのあのカサベテス作品というと、壊れゆく女みたいな映画撮りたいっていう風な日本の方もたくさんいますよね。もう絶対失敗しますよ。もうそれ分かってるんで、私はやりません。カサベテスとヒチコックが真似したら失敗するんですよ。でもそれだけやっぱり魅了されるんですよね、きっと映画人の私もですけど、何かをこうやっぱり映画のこう素晴らしさの枠を広げてくれてるように思うんですよね、僕らはやっぱり枠の中で、最上のものを撮ろうとしてるんですけど、カサベテスにしてもシャンタル・アケルマンにしても、その枠をね広げてくれることによって
この後から来る監督たちはそのまた広がった枠の中で撮れるのでとても幸せなことだなってふうに感じてます ね、 ですよね。では中江監督最後の質問なんですけど、今後何か準備している作品などは言える範囲で何かございますか？まだなんか決まったものではないんですけど、まあ、この映画の中で、これから、ね、見ていただく映画の中で感じてたことなんですけど、美しい生活、やっぱり人が美しい生活をしていくことが、実は一番大切なことで、僕はまあ沖縄に住んでいるので、まあとある人が言っているんですけれども、一人一人の人間が美しい生活を、それは文化ということも含めておっしゃってると思うんですけど、をすることによって戦争が遠のくのではないかっておっしゃって、その通りだなと思っていて、まあ、今はね世界中で戦争とかも起こってますけれども、うん、一人一人がやっぱりその自分の中に文化を持っていくっていう、そういうことが大切で、そういうことにちょっと触れていくような映画を作りたいなというふうには思ってます、うん。この土を喰らう12ヶ月もすごく目の前にあるものを育てながら大切に、そしてね時間をかけてゆっくりと、質素な暮らしだけれども感謝して生きてるっていう、そう欲張らないっていうこと大事だよなっていうのを教えられた気がします。ぜひこれから皆様もうお腹すくと思いますけれども、映画をご堪能いただければと思います。それでは最後に中江監督、ご来場の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、どうもありがとうございました、お腹を過ごしな減らしながら最後までごゆっくり、ご覧ください。一平二平でビタン、ありがとうございました。中井雄二監督でした。